ほのか、どうしたの？具合でも悪いの？暑さが…もう我慢できないよ。え？この間まで夏って楽しいって言ってたじゃない。我慢できる暑さと我慢できない暑さがあるよ。やっぱりモノカはそう言ってくれると思ってたわ。モノには限度ってのがあるのよ。はあ、暑い。君たちは夏にも冬にも弱いんやな。練習をする前からこの調子では先が思いやられます。午前中ならそんなに暑くないかなって思ったんだけど、困ったわね。真夏日続きやもんな。今日だけは練習お休みにしちゃう？え？練習は？賛成。今日くらいいいでしょ。こんな暑いのに練習なんてできないわ。それはダメだよ。絶対ダメ。暑いから練習もできないんやない？それはそれ、練習は練習だよ。暑くても練習はやるの。ほのか、裏切ったわね。ほのかは暑くて我慢できない割に練習はしたいんだ。わかる、別腹ってやつだにゃ。そうだよね。小鳥もケーキ食べてお腹いっぱいって思っても、やっぱりその後マカロンも食べようかなってなるの。何の話ですか？ニコちゃんも一緒に行こうよ。みんなで行ってきてよ。ニコはここで待ってるから。だらしないですね。手を貸しますから、ニコもちゃんと立ってください。無理です。小野田さん、手を強く引いたら痛いです。変な声出してもダメですよ。そうだ、暑いんなら水着着ちゃえば。え？水着を着て練習するの？そしたら遊んでる感じになるし、ちょっと楽しくないかにゃ。私はパス。恥ずかしすぎでしょ。じゃあ練習をちゃんと頑張った人だけプールに行くっていうのはどう？プール、やった。練習の後はプールか。夏って感じでいいね。楽しみだな。じゃあのぞみの案にしましょうか。練習しない人は連れて行かないから、ちゃんと練習するようにね。うちらはプールに行けるけど、ニコっちはきっと行けないんやろうな。ニコちゃんだけプールに行けないの？かわいそう。すいません、ニコはもういつでも練習始められるんですけど、皆さん早くスタート位置に移動してくれませんか？ニコちゃん、プール行きたいんだね。まったく。でもこれで今日もしっかり練習できそうですね。うん、みんなで頑張って練習してプールに行こうね。暑い、プールだー、暑いの楽しい。練習前はあんなにぐったりしてたのにすっかりはしゃいじゃって。プールでは真夏の暑さがスパイスになるのよ。ごめんニコ、よくわからないわ。プールのおかげで練習もはかどってよかったですね。あー、え、かよちん、その水着似合ってる。恥ずかしいよ、リンちゃんってば。二人はいつも仲いいな。小鳥はあっちのプールがいいな。じゃあ一緒に行こう。
うちはあっちに行ってみよっと。のぞみちゃん、リンもついていくにゃ。私は休憩しようかな。ついたばっかなのに休憩なんかさせないわよ。ほらほら早く。引っ張らないでよ。みんな張り切っていますね。私も頑張らなくては。私はどこに行こうかな。あっとあっと夏を満喫できそうね。さーて、まずは何をしようかしら。エリー、ずいぶん嬉しそうね。だってプールよ。プールってテンション上がるわよね。私は別に、プールサイドでゆっくり過ごせるのは嬉しいけどね。ふーん。何よ。別に興味なさそうな割にセクシーな水着着てるなと思って。これはたまたまよ。たまたま可愛いなって思ったのがこの水着だったの。その水着にして正解だわ。水辺に来ると開放的な気持ちになるものね。二人とも水着に手かけるのやめなさいよ。いつ開放しちゃうのかってハラハラするじゃないの。私はそんなことしてない。あら、向こうに人がたくさん。何かあるのかしら。今日はスイカ割りのイベントがあるんだって。入場口に書いてあったわ。そうなの。たくさんのオーディエンスがいるならニコニーたちもいいところを見せなくちゃ。ニコ、こっちよ。こっちね。違う、こっちだってば。わかってるってば。こっちにスイカがあるニコ。スイカはいただき、ラブニコ。あら、スイカないんですけど。スイカはこっち。なんでそこまで違うところに行けるのかしら。惜しいとはとても言えないわね。声がどこから聞こえるかわからないんだから仕方ないでしょ。二人ともやってないからそんなこと言えるのよ。じゃあ私が次にやるわ。マキが失敗するところ写真撮っちゃおう。マーキー、こっちよ。こっちかしら。合ってるじゃない。それからもうちょっとこっちを向いて。このくらいかな。せーの。マーキーすごいわ。スイカが真っ二つだわ。ありがとう。みんなの声を聞いてたら普通に予想できると思うけど。簡単そうに言わないでよ。そんなこと普通に予想できるわけないでしょ。なんでそんなに怒るのよ。大したことじゃないでしょ。だってマキが失敗するとこ写真に撮ろうって思ってたのに完璧にスイカ割っちゃうんだもん。エリだってどうせ上手に割るだろうし。ああ、がっかりだわ。ねえ、マキ、ニコ、スイカ、こっちにあるかしら。エリー、もうスイカ割り始めてるの？早速違う方向に行ってるんですけど。ねえ、こっちで合ってるわよね。違う違う、もっとこっちだってば。こっち？違うってば。反対。どうしよう、全然わからないわ。エリー、私の声聞こえる？ゆっくり歩いてきて。わかったわ。何もわかってない。エリーってスイカ割り苦手なんだ。ちょっと可愛いかも。ニコ、
いいもの見たわ。いっぱい写真撮っとこうっと。もうこうなったらもうやるしかないわ。エリー、そっちは危ない。え、うわープール楽しいね。冷たくて気持ちいいにゃ。うんうん、練習のご褒美にはぴったりやね。リンね、今日はすっごく張り切って遊んじゃうにゃ。その通りです、リン。え、海ちゃん、なんで握手？プールは体力をつけるのに最適ですから。体力をつける？でも、うちら遊びに来て。まず手始めに、クロールで50メートルプール10往復から始めましょうか。え？その後は、平泳ぎに10往復くらいしましょう。体力もついて、水と触れ合うこともできて、夏のいい遊びになりそうです。海ちゃん、それは遊びやない、特訓やん。不満そうやな。そこまで泳がなくても楽しい遊びはいっぱいあると思うにゃ。では早速あちらのプールに向かいましょうか。ちょっと待った、海ちゃん、リンの話聞いてよ。何ですか、二人とも。早くあちらのプールに向かいたいのですが。泳ぐ前にまずはここがどんなプールか調べてからにしない？ここの設備についてですか？そうそう、やっぱり初めてのプールってちょっと怖いやん。ちゃんと調べてからにしておきたいやん。なるほど、それも一理ありますね。では各設備を確認しに行きましょう。よし、行ってみよう。いい、リンちゃん、海ちゃんが特訓モードに入らないようにうちらで海ちゃんの気をそらすんや。わかった、リン、頑張るね。水は24時間循環して衛生を保っているのですね。もっと楽しそうに話聞いて。あ、そうだった。水温も保たれているし、これなら長時間泳いでも体に負担は少ないですね。いっぱい泳ぐのもいいけど、リンは海ちゃんとゆっくり遊びたいかにゃ。心配はいりませんよ、きちんと合間合間で休憩時間は取りますから。さあ、では泳ぎましょうか。待った、またのぞみですか。先ほどからちゃんと待っているではありませんか。うちな、家からビーチボール持ってきて、これで遊んだら楽しいやん。そうですか、では練習の後で遊びましょう。うみちゃん、手ごわいにゃ。あんな泳いだら遊ぶ前に倒れてしまうやん。なんかいい方法ないかな。リン、のぞみ、今日は二人とも様子がおかしいです。一体どうしたのですか？海ちゃん、うちな、実はすごーく気になったことがあるんや。気になったこと、何ですか？あのな、うち、海ちゃんの水着姿がすごく気になって。海ちゃんがその水着でどんなポーズ取るんかなって思ったらドキドキしてしまって。あ、それリンも見てみたいかも。海ちゃんってポーズがいつも決まってるもんね。あのそんなことは。だから今日は泳ぎの練習より海ちゃんのスクールアイドルらしさを学びたいと思う。私からスクールアイドルらしさを？うちだけやない、リンちゃんもそう思ってるはずや。うん、
泳ぎの練習よりスクールアイドルの練習の方がいいよ。海ちゃん教えて。本当ですか？仕方ないですね。リンはね、海ちゃんが手をパッて広げてからビシッてするやつが見たいな。こうですか？海ちゃん決まってるにゃ。この時ね、腰がちょこっとクイッてしてるのが気になってたんだ。あ、リン、そんな触らないでください。あ、海ちゃんのお腹すべすべで気持ちいい。え、離してください。すぐったいです。いいやん、うち写真撮っとこ。のぞみ、そんなことしてないで助けてください。じゃーん、見て見て、今日はボート持ってきたんだ。わー、大きいね。ピンクの屋根がついてて可愛いかも。3人なら余裕で乗れそうだよね。これをみんなでプールまで運びますよ。1、2、1、2、プールに浮かべますよ。えい、おお、いい感じ。私たちもボートに乗ろう。やったー。ボート乗ってもひっくり返らないかな。大丈夫だよ、花代ちゃん、手貸して。うん、大丈夫だからね。二人ともありがとう。ちょっとグラグラするけど大丈夫みたい。ボートに乗るとなんとなく静かな感じがするね。三人だけの秘密の隠れ家みたいな感じ。三人だけってなんだかワクワクするね。そうだ、3人だけで秘密の話をしようよ。秘密の話？うん、お互いに知ってる秘密をここだけでこっそり話すの、どうかな。ここで聞いた話は3人だけの秘密なんだね。ドキドキするけど面白そう。じゃあね、私の秘密は花代ちゃんの話にしようかな。なんだろう。花代ちゃんっていつもおにぎり持ってきてるでしょ。この間はね、1時間目の前に食べるおにぎりと3時間目の前に食べるおにぎりも持ってきてたんだよ。小鳥ちゃん見てたの？誰にも見つからないようにこっそり食べてたのに。偶然見かけちゃって、こっそり食べてるところがすっごく可愛くってキュッとしちゃった。あ、でもすっごくちっちゃいおにぎりだよ。お菓子よりはいいかなって。お菓子より栄養ありそうだし、お腹空きにくくなるもんね。じゃあ次は私が見た秘密の話だけど、この間ほのかちゃんがうさぎ跳びで神社の階段を上がろうとしてて。え、ほのかちゃんすごいね。うさぎ跳びで階段上がれるの？でもね、うさぎ跳びで上がれなかったみたいで一段目でやめちゃったの。うん、いけそうな気がしたんだけど全然無理だったんだよね。でも練習に熱心ですごいなって尊敬しちゃった。ありがとう、花代ちゃん。じゃあほのかは小鳥ちゃんの秘密にしようかな。うん、ドキドキ。この間教室で小鳥ちゃんがお菓子の袋を開けてたんだ。ほもほも。それでね、小鳥ちゃんがマカロンを一個取り出して口に入れようとしたの。ほもほも。あ、それってまさか。そ
これお菓子じゃなくて入浴剤だーって小鳥ちゃんが叫んだの。え、ほのかちゃん、あの時見てたの？じゃあ、小鳥ちゃん、入浴剤口に入れそうになっちゃったの？うん。マカロンの形をした入浴剤で、すごく美味しそうで、手に取ってみて初めて入浴剤だって分かったんだ。まさか入浴剤だったなんてね。恥ずかしいから秘密だよ。このこと他の誰にも言っちゃいけません。小鳥ちゃん、ボートの上で急に動くとバランスが。わあ！びっくりした。ボートひっくり返っちゃったね。小鳥ちゃん焦りすぎだよ。秘密の話ってドキドキするけどちょっぴり楽しいね。